今回は、扉間からお兄ちゃんと呼ばれたい柱間について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。呼ばないと怒る。横暴にも程があるぞ兄者。お兄ちゃんと呼べ。河原間と板間は頼んだら呼んでくれそう。卑劣様はどうかな。いい歳こいてお兄ちゃんはきついな。お兄ちゃん、マダラが呼んでくれたのだから俺はいいだろう、兄者。公私混同は止めぬか兄者。ほかげともあろうものが里の者の前で些細な呼び方に固執してどうする。うちわの若者も呆れているぞ。うぅ、忍びの神、貫禄ねえ。きつくなんかないぞ。いくつになってもお兄ちゃんと頼られたいぞ俺は。弟が自分を慕って呼んでくれるのなら呼び方なんて何でもいいだろ柱間。まだらよ。兄力ってなんだよ。いきなりこんなわからないこと言われたら誰だってびっくりしちゃうよ。ダメだ兄さん、千住に騙されるな。兄さんの兄力は足りている。全力でお兄ちゃんを遂行するのか。わかった。扉間あようの5番目、なようの2番目、あようの2番目、たようの2番目、あようの1番目、小文字最後にをつけていってくれ。何を言っている兄者。俺たちの使う色派順にあようという概念があるわけないだろ。へりくつこねてないで呼べ。兄者、冷静になって考えてみろ。わしは丸年去年40代節と60代節ありだぞ。そんな男から到底幼児期でなければ許されないような呼び方をされて嬉しいか。嬉しくないだろう。はぁ、せめてそういうのは家に帰ってからにしてくれ。今はうち派の若者が兄者の話を待っているのだぞ。せめて人前ではほかげの威厳を保て。では扉間、お兄ちゃんとよ。昔からこれなら素直にお兄ちゃんって呼んでやれよ卑劣様よ。プライベートでは呼んでるかもしれないし。マダラ、イズナ、お兄ちゃんだ。サーンハイ、イズナ、お兄ちゴフ、マダラ、イズナ、ああ。イズナの体が拒否してるのか。たった6文字だぞ。別にハートマークをつけろとうと贅沢は言わんぞ。普通に呼んでほしいだけぞ。何が嫌なのだ。無理なもんは無理無理。この忍びの神実力行使に出やがった。この忍びの神すっげー画像で圧かけてくる。画像の使い方が上手すぎる。小さい時はあんなに可愛かったのにの。弟というものはいくつになっても可愛いものだぞ。猿、四代目お前たちからも何か言ってやれ。相変わらずですな。兄弟仲がいいのはいいことかと。そうだろうそうだろう。嫌から仲が良すぎてすまんすまん。まだ一人もお兄ちゃんって呼ぶ卑劣様えみょ出てなくて草。仕方ない、オロチマルとやらお前なら扉間を操り、お兄ちゃん、と呼ばせることができるであろう。拒否するなら俺と本気で戦うことになるぞ。などと言ったが、やりすぎると扉間が怒るのでな。うちはサスケと言ったカキ様にも兄がいたようだが兄が突然、お兄ちゃん、と呼べなど抜かしたらどうする？笑った。よかったないたち、重い。なんかごめんってなったわ。同じ弟を持つ兄としての心の内をわかってくれているマダラならわかるだろう？俺の気持ち、なんでわからねえんだよ。サスケー。ほら扉間、うちわの少年もこう言っておることだし。お兄ちゃんが来たぞ、よかったな。兄者。うちはうち、よそはよそだからな。待て扉間。今、俺以外の兄をお兄ちゃんと呼んだか。いや聞き間違い。だよな。こっは、すっげえ兄者の画像フォルダがうるおうすれ。いい歳も何も俺にはないのだがな、そこまで関わるのなら子供の姿になってもいいのだぞ。弟さんも子供の姿にしなければいけないのでは？いいや、ここまで来たら扉間は今のままで呼んでもらう。俺は拗ねたぞ。俺も兄さ、じゃなかった。イタチをお兄ちゃんと呼ばなければかならない。なんでこんな大事な時に兄者って呼ぶかお兄ちゃんって呼ばれるかでごたごたしてるんだよ。サスケくんが聞きたいことがあるんですがって顔でオロチマルが待ってそう。あの、そろそろ。貴様は少し黙っていろ。わしらは今取り込み中だ。取り込み中。いい歳こいてお兄ちゃんと呼ばれたい兄と絶対に呼びたくない弟の喧嘩。わかった。ならば愛する弟の孫弟子を巻き込もう。扉間がわしをお兄ちゃんと呼ばぬなら、1分経つごとにそのオロチマルとやらを全力で睨みつける。お兄ちゃんや。お兄ちゃんのこと嫌だって。拒否されてて笑った。オロチマルとバッチリで草。サスケくんについてきただけなのにね。猿亀でお兄ちゃんってもう呼んであげてください。二代目様いや扉間先生って言ってそう。ピーン兄者の細胞使ってるから実質お主は兄者だな。すまぬ、キモいだろうが耐えてくれ。オロチマルお兄ちゃん。昼前の、オロチマル。という危機を呼びかける声よりも早く、柱間の術は完成していた。その次の駒で壁と天井にひび入ってそう。こやつ目は歯は。わはーん、これ兄者以外は全員お兄ちゃんって呼んでいくパターンだな。大丈夫？地図書き換えられない？
そういえば水月も弟だったな。忘れるくらい弟属性薄いが、こんなことで兄者にごねられたくないし、ただでさえ時間が惜しいところに進行役のお兄ちゃんを殺そうとされるとか最悪なんだが、扉魔よ呼んでくれぬのなら今ここでお前の幼少期の恥ずかしい話を大声で語るとしようか。今の時点ではしはじしかさらしとらんし、そもそもそこまでして自分の好きな呼び方させようとするこんな兄者がいる時点で恥だから別に構わんが、逆に兄者の恥ずかしいエピソードを語られそう。あの年になってまで自分のことお兄ちゃんって呼ばせようとするとかないわという点では団結していた扉魔とまだら。柱魔がトチクルーとまだら扉魔が団結する概念好き。兄者が対抗して扉魔のことおとじゃって呼んだら、兄者と弟もので呼び方が似ているからいいと思うの。これを連想した。なんと予防が兄者がわしの唯一の兄であることは変わらんのにどうしてそんなに関わるのだ兄者。逆に言わせてもらうが扉魔なんと予防がお前の兄であることが変わらないのであれば一回ぐらい、お兄ちゃん、と呼んでくれても構わんのでは？俺間違ってるか？ん？この歳でお兄ちゃんとか嫌がらせだろ。なあまだらに。まだらもこの場にいるのは笑うやったね。サスケくんうちは一族のことまだら本人からも聞けるよ。なんならイズナもいるなこれ。わざわざまだらが来ているんだ。なんならイズナもいるかもしれない。まだらわざわざ来てくれてたのかよ。オロチマルがほっとした顔してるしマダラは十尾のところまで戻ろうとしてるわ。わし兄者ともども集体さらしすぎてぶっちゃけまた死んでおきたいが、まだ質問を聞けてすらいないからな。もういいや、兄者放っといて質問してくれ。兄欲って何だってばよ。超人強度みたいなもんか。考えてみろイズナですらマダラお兄ちゃんはちょっときついと思うだろう。わしならなおさらだぞ。何回説明すれば気が済むんだ。お兄ちゃんって呼ぶまでは続くんだろうな。では多数決を取るとしようぞ。木遁機分身の術。扉魔も影分身はできるんだよな。なんなら今ならきっとあなた以外の人たちはワンチャン扉魔の方に手を挙げそう。兄者画像の引き出しでつぼる。扉魔よ、お前がこんなに頑固だとはな。いい加減画像も尽きてきたのだ。お前がお兄ちゃんと呼んでくれるパターンの画像しか作ってなかったのだぞ。さっき呼んだだろう兄者の細胞を持つオロチマルを。初代様、自信があったのですな。では扉魔がお兄ちゃんと呼ぶべきだと思う者は手を挙げるのだ。地面に対して垂直な手以外は拒否とは認めんぞ兄者。マダラガッサユキを挙手で二代目様についてくれる。わかった。この話題を五影階段に持っていくぞ。俺は何も恥ずかしくないぞ兄だからな。兄たる者がよすることじゃねえよそれはよ。サスケ、お兄ちゃん。そんなことより。どうしよう、よかったの。もう呼んであげてもいいんじゃないですか。って港と水突き放ってそう。ほらイタチの弟がお兄ちゃんと言ったぞ。もう端子の尾袋の尾が切れた無理にでも呼ばす。おめでとう。いやから、この場の皆が説得してくれたおかげだの。ほら扉魔せっかくだからもっと大きい声で、もう一回、もう一回。忍びびの兄。兄系。よかったなお兄ちゃん。お兄ちゃん。やけくそ気味にクソでか大声で。平井心で飛ぶ音。あれは初代ほかげの卑劣な強制だ。うちは一族ほぼ皆んな来てるじゃんお盆かな。しばらく兄とすら呼びませんのであしからず初代様。扉魔それは本当に泣くからダメだぞ。泣くとかってレベルじゃないぞ。気にするなお兄ちゃん。今は存分にお兄ちゃんを楽しめ。何しろ弟にどれだけ嫌がられても場所を選ばず、どうしてもこの場で聞きたいとせがみ脅迫してまで聞きたかったお兄ちゃんだろう。うむ、なんだかちょっと、いや結構、まあまあ、いやかなり、めちゃくちゃ怒らせてる気がするが、今はただ喜ぼう。お兄ちゃん万歳。一生分言ってやるわ。もう二度と言わん。吹っ切れたのかな。よかったな扉魔以外はざまあみろ。おやおや、マダラはお兄ちゃんと呼ばれてないのかの。残念だの。俺は呼んでもらったぞ。なんだと貴様イズナにお兄ちゃんと呼んでもらえなかったのが悔しいのか。マダラ兄には本人が希望しない限りイズナにお兄ちゃん呼びを強要してやるなよ。そんなこと言ってたら明日から貴様がお兄ちゃん出されない。大丈夫、お兄ちゃんすることで柱間から圧かけられたりしない？まさかこれが原因でマダラが離反するとはな。時と場所を選んでくれさえすればな。素直でないと言われるが、素直にさせないのは。まあ、兄者だし。仕方がない、過去の愛を見て戻そう。もうやけクソだな。なんだかんだ言って兄に逆らえない男。怒ってるしやけクソだけどなんだかんだ喜んでる兄者見てまあいっかってほだされてそう。よし次はハートつけようぞ。お兄ちゃんハートと呼べ。味しめてんじゃん。満足か？皆さんは、扉魔からお兄ちゃんと呼ばれたい柱魔、についてどう思いましたか？
皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。